で、痛み止めを打たれてね、注射を打たれて痛み軽くなったら帰ってくださいっていう感じで追い返されたのが1回目です。これ当たり前の話、当然の話なんですけど、薬が切れたら全く動けないんです。皆さんも痛み止め出されたりとか、ね、湿布出されたりとかしたかもしれないですけど、薬切れたら痛いじゃないですか。で、私ね、このね、薬が切れた時に動けなくなった時にね、感じたことなんです。18歳の時に感じたことなんですけど、私ね、生まれてからこの18になるまで病院に行けば治ると思ってたんですよ。皆さん病院行くこととかあると思うんですけど、治ると思うから行くんじゃないですかね。合ってます？この感覚。治らないと思って行く人ってあまりいないと思うんですよ。治ると思うから時間も使い、お金も使い、仕事休んでまで行ったりすると思うんですね。で、私も同じだったんですが、患者として行ってみたらびっくりです。治るどころじゃないんですよ。とりあえず痛みごまかすっていうことしかできないってことが分かっちゃったと。